はい、こんばんは。お久しぶりです。ちょっとしばらく動画を上げられなくて申し訳ありません。ちょっと連休でちょっと動画の方をお休みさせていただきましたが、まあつむつむの方はちゃんと続けていまして、レベルはこの連休でだいたい5ぐらい上がりました。結構やった。で、本日はですね、こちら来ました、新ツムプレミアムボックス確率アップハッピーハロウィンということで、新ツム出ましたよ。こちらコーンハットミッキー、キャットハットミッニー、かぼちゃチップ、お化けデール。はあはあはあ、かわいいっすね。なんかちょっとミッキーが悪い顔してる。なるほど。こちらを引いていきたいと思います。でですね、今回はコインが41万コインか、あるんですよ。なんで10回にしとこうかな。10回引こうと思います。で、今回は正真正銘プレイで稼いだコインでのガチャになります。今まではもうずっと、まあ、課金してのガチャだったんですけど、今回はもうかなり頑張って貯めたコインでのガチャになりますので、もうかなりもうちょっと慎重になるぐらいですよね。ちょっとこれで10回引きたいと思います。この4つ全部出れば嬉しい。でも10回だからな、ちょっと10回やって出なかったらちょっと考えましょう。はい、それでは早速いきましょう。ゴー。もうちょっと もう自分でプレイして稼いだコインなんで、ちょっともうすごいなんか慎重になっちゃいますよね。よし、うわ、出たランドール。ものすごいランドール出やすいっすよね。ランドールばっかり出る気がする。はい、まあちょっと待って、もう一回見よう。10回しかないんでね。あ、スキルもなんかそれぞれ違うんですね。発生させた部分を自由に動かせるよ。すごい、何それ。ミニーと一緒に消せる高得点ミッキーが出るよ。あ、これはよくあるやつですね。チップと一緒に消せる高得点デールが出るよ。これもまあね。あ、なるほど、この下の3つは同じようなスキルなんですね。コーンハットミッキーが欲しいな。発生させたボムを自由に動かせるってどういうことなんですかね。めっちゃやってみたいですね。あとはお化けデールがなんか可愛らしいんで、お化けデールも欲しいな。よし、じゃあ2回目、2回目いってみましょう。 GO! シェイ。うわー、出たジャスミン。違う、なんかでも色合いはなんかこの紫っぽい感じがね、近い気はする。よし、おお、ん、出た。よっしゃ、キャットハットミニ出ました。1個目。よしよし、3回引いて1個。よしよしよし、
ミッキー来い、なんちゃらミッキー。あー、フランダーでした。はい、5回目。うわ、いいけど、うわ、スキルも上がった。いいけど違うんだ。うん、でもいい。よしよし、次6回目。6回目。あー、セバスチャン、7回目。やばいな、1個しか出ないな。7回目。あー、ゲシー。8回目。うわー、ジャスミン。9回目です。ミッキー。うわー、ジェシー。10回目、ラストかな。10回目。エルサー、1個しか出ませんでしたね。10回引いて1個。1個か、欲しいな。ホーンハットミッキー欲しいな。期間限定ハロウィンツムは、あ、限定なんですね。なるほど、出にくいのかな。欲しいな。とりあえずあと3回引きましょうか。あと3回。とりあえずあと3回。あと3回は引ける。3回で3個出ちゃえば。あー、ティンカーベル。頼む。あー、あ、サプライズエルサいいね。いいけど、サプライズエルサいいけど、いいけど、まあ今あるコインだとラストになりますね。ラスト。あー、いいけど、いいけど、ちょっとこれだとやめられないですね。1個しか出てないし、こんなんじゃダメだ。よし、もういい、課金だ。やってやる。皆さんも多分私の動画見てる人は課金してほしいと思ってると思うんです。結構課金に否定的な方もいらっしゃるとは思うんですけど、私の動画を見てる方は課金してほしいと思ってると思うんですよ。なのでいきます。はい、ルビー購入できました。はい、もうここ手慣れたコイン交換。はいはい、もうこれでいつも通りの展開ではありますが、はい、いつも通りの展開ではありますが、これでまた20回は引くことができますので、なんとか4つすべてを
出す。はい、それではもう一度いきましょう。こちらですね。いくぞ。20回あれば出るんだろう。はい、サリー。はい、トンスケ。いい、いい。まあまあいい。トンスケでも許せる。おお、来た。お化けデール、出ました。デールと一緒に消せる高得点チップが出るよ。出ましたね、2個目。お化けデール。よしよし。はい。あとは、コーンハットミッキーとカボチャチップ。よし。それでは引き続き引いていきたいと思います。よし。ベル。よし。フランダースキル3。アラジンもスキル4。まさか出ないってことは。お、来た。カボチャチップ出ました。うまい具合にばらけてはいるね。うまい具合にばらけてはいます。残り一つ。コーンハットミッキーだけ出てません。よし。あと13回引けます。まだチャンスは13回ある。サリー。スクランプ。あと10回。あー、かぶった。お化けデール、スキル2。あー、かぶった。カボチャチップ、スキル2。嬉しいけどね、嬉しいんだけど。アリエル、やばいぞ、ちょっと待って。あと6回だ。エンジェル。ちょっと待とう。ちょっとマイツム変えてみよう。あ、ここに入ったんだ。よし。マイツムをお化けデールにして、聞いてみよう。あと5回頼む。ジェシー。ちょっと待ってよ、やばいぞ。あと4回。あー、かぶった。違う。キャットハット、ミッキー、かわいいんだけど。スキル2になりました。違う。来い。あー。違う。ジェシー、今日はよく出るね。あと2回。まずいぞ。まずいぞ。あー、出ない。アナ。ラスト。来い。あー、当たった。
出ませんでしたね。どうしよう。どうしよう。この発生させたボムを自由に動かせるっていうのをどうしてもやりたいんですよ。どうしてもやりたい。どうしよう。でもまだあとルビーがもうちょっとだけあるんだよな。250足りないんだよな。どうしよう。みんなどう思ってるんだろう。もっと行けと思ってるかな。わかんないな。みんなどう思ってるんだろう。もういいよと思ってるかな。もっと行けと思ってるのかな。みんなの意見が欲しい。もうやめとけよなのか。まあでもこの私の動画始めて1ヶ月記念とかもやってないんで、もうちょっと見てくださってる皆さんにちょっとお礼というか、もうしたいなと思っていたところなんで、今日はもう一発行こうかな。もう一発。いやー出ねえな。はい、こちらでまた26回は弾けます。なんでこれで頼むから出てほしい。頼むから出て。もう頼むから頼む。ちょっとこっからは動画的にも面白くないから、こんな同じの出ても面白くないから頼む。頼む。早めに出て。早めに出て。早めに。やばい。全然出る気がしません。全然出る気がしません。どうしよう。ああ、違うんだ。欲しいけど違うんだ。頼む。ああ、違う。本当に確率アップしてるんですかね、これ。まあ確率アップはしてるか。他のは出たもん。他のは確かに出る。ああ、ああ違うんだよ。ああ、マレフィセント。マレフィセント。嬉しい。なりえる。もう13回ぐらい弾きましたよね。ああ、違う。スキル3にまでなっちゃった。スキル3って、
結構強くなった。うわ。やばい。マジで？マジで？出ないのこれ。2回課金したのに出ないの？うわ、来た。よかった。もうないよ、お金。よかった、来たよ。本ハトミキ。発生させたボムを自由に動かせるよ。ねえ、俺めっちゃやりたいもんだって。はい。ついに出た。何回引いたんだ。ものすごい引きました。45回ぐらい引きましたね。はい。45回ぐらい引いてやっと、4つ揃いました。はい。それでは早速、こちらの、ホーンハットミッキーの、プレイをしてみたいと思います。ちょっともしかしたらこっから動画分けちゃおうかな。2回に動画分けましょう。いやいや1回でいいや。よし、じゃあこのホーンハットミッキー早速プレイしてみたいと思います。よし、ゴー。どういうことなんだろう。動かせるって言ってましたね。動かせる。あ、なんか色合いもなんかいい感じ。来た。溜まるの早い。あ、何これ。動かせるよ。あ、離した時に。へえ。何これ。どういう時に使うの。何？どういう時に使えばいいの。なんかに使えるはず。なんかに、どうすれば、あ、こう、あれ？あ、なんか、お、ね？てれれ、るん。デュクシ。デュクシって言いますね。デュクシ。なんか、どういう使い方があるんだろうな。よし、もう一回。なるほど。面白いけど。どうやって使えばいいのかはちょっとわからない。はい。ホーンハットミッキー、こんな感じでした。はい。それでは、続いて、キャットハットミニ、プレイしてみたいと思います。キャットハットミニ。まあ、この、他の3つのツムに関しては、まあ、よくある。高得点なんちゃらが出るよっていうスキルなんで、まあ、普通だとは思うんですけど、ほら、あ、すごい出る。え？すごい出る。
溜まるのが遅い。なんかすごい、かなりの量が出るなあ。うわ、すごい出る。何これ、めっちゃ出る。あ、そっか、スキル3とかになってるもんな。そうだった、無駄に引きまくったからスキル2とか3とかになってるんですよね。そら強いわ、そら強いわ。続いてカボチャチップでプレイしてみたいと思います。うん、おうおう、なんだこれ、ジーニーっぽいな。ジーニーっぽい。こういう感じなんだ。なるほど、同じようなスキルでも微妙に違うんですね。なんかジーニーっぽいスキルだな。真ん中に出てくるんだ。あ、で、かわいい。何あの、かぼちゃ。じゃん。はい。それでは最後、お化けデール。プレイしてみたいと思います。これデールなんですね。白い、何も見えないデール。あ、早い。溜まるの早い。おお。あ、横なんだ。はい。ピューン。わあ、川。あ、チップとデールなんだっけこれ。なんか色が、鼻の色が違った。次のスキルでちょっとよく見てみてください。鼻の色が違いますんで。いきますよ。ほら、出てくる。ほら、黒い。鼻が黒い。いきますよ。はい。はい、黒い。鼻が黒い。
あ、白いツムとかで、まあ、使えますね。はい、今回はハッピーハロウィンの新しいツムをゲットしてプレイしてみました。なんと40回ぐらい引きました。でも無事取れてプレイすることができました。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。